しゃい。引いていきたいと思います。結納のお酒を探してるんですが、めちゃくちゃ大事な。シライト35、こちら紹介したいと思います。まあ、住吉社のおなじみ田中65のシライト酒造の、まあ、最高峰のお酒なんですが、まあ、これはまあ僕が福岡出身で、なおかつまあシライト酒造のある、まあ、糸島という場所がもう僕のルーツでもあるので、まあ、簡単に言うと地元の酒ですね。開運だったり、まあ、しかしたら松竹梅もそうかもしれないですし、その、まあ、おめでたいような、ね、名前のものをまあ選ばれるっていうのは結構まあ、ある選択肢なんですけど、まあ、それはそれでまあいいんですけど、まあ、僕はやっぱりそのお酒ってその土地の歴史と文化を象徴するものなので、まあ、自分のルーツである場所の、まあ、丁寧に醸されたお酒を選んでその結納にお使いになられるのが、まあ、筋道としては美しいのかなというふうに思ってますね。まあ、日本全国、まあ、お酒のね作られてない場所、まあ、例えば今でいうと鹿児島でも西酒造さんがね天部ってお酒を作ってやったりとかね、まあ、沖縄にもまあ日本酒蔵あったりとか、まあ、日本酒を作られてる場所というのがたくさんございますし、なんかそういった時のためにもなんか地元のお酒って何なのかなっていうのを常々こう気にしていただいて、まあ、ここぞという時にオラガ村の酒を選べるような、まあ、そういった日本酒のシーンに、ね、なっていけばいいなと思って、まあ、うちのような酒屋も頑張ってますんで、皆様も地元の酒のを大事にしていただいて、もっと盛り上げていただければなと思います。今日の酒クエスチョン、結納のお酒を探しているんですが、酒というのはその土地その歴史の象徴でございますので、ぜひとも地元の酒を大事にしてやってください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。